ようございます。おはようございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介するのは東海市の若手農家美馬さん。僕はイチジクを生産しているイチジク農家です。すでに収穫の時期は終えたそうですが、それはそれは真っ赤なイチジクを実らせていました。ところでとある疑問が。これ今目の前にあるのは、そうです、イチジクなんですか。今年植えたばかりの1年目の苗木ですね。これがイチジクの苗なんですよ。1年目なんですね、これ。そうです、植えたばかりの枝が、なかなか皆さん多分 見たことないと思うんですけど。見たことないです。1年目の木です。確かになんかイチジクって結構高くなりますよね。そうですね、近くに2年目の木、3年目の木とありますよ。ちょっとムシッとしますけど、はい、いい、失礼します。はい、どうぞどうぞ。失礼します。こちらが2年目の木ですね。はい、先ほどと見て分かる通り、さっきは1本でしたよね、ピューと。はいはいはい。で今度は Y にします。そうですよね、木がなんかこう、うん、これが2つに、さっきの1年目だと思ってください。それが大きくなったら今度はこれを止めて芽が出てくるので、はい、両方からこれ2年目、横に伸ばしてる、横というか斜めに。これは元木になるものですね。まあ、冬明けぐらいにこのまま木を Y から横に倒します。そうすると1本になりますよね。はい、なります。これが一文字栽培っていう。なるほど。愛知県の方が作ったんですけど、これの方が作業効率がよくって、イチジクの収穫益がすごく高いので、まあ皆さん農家さんはこうやってやられてます。まあ大体もうちょっと本当は伸びるといいんですけど。頭気をつけてください。はい、失礼します。これが3年目の枝になります。もう大きいですね。はい、これが先ほど Y の字になったやつが横に伸ばして、そこからまた出てきた枝ですね。じゃあ本当にこの一番下にある、そうです、そうです、これですね。こちらがY だったものが横になってそれをまた伸ばす。そこからまた上に。そうです。そこから生えてくる。3年目ですもん。なるほど。はい、ここで収穫は 100% できるという形になりますね。毎年これをチョキって切って、そうすると翌年芽がまた出てきて、同じところからまあ15年ぐらいはここから使えます。イチジクは3年目から収穫ができるため、農家としての計画が立てやすいんだとか。そして1年目から育てる理由として、費用的なコスト削減以外にも。実はちょっとこの地区特有の事情がありまして、この辺は東海市の太田町の区画整理の用地に入っているので、どうしても畑がこう同じところでずっと耕作ができないんですよね。美馬さんが農業を営んでいる太田町は、市の玄関口としての中心市街にするため区画整理が行われています。ここの畑は今年の例えば8月までで終わりですよっていうんであれば、違うところで畑を作らなきゃいけないんですね。そういうことが多々あったので、こういうふうに若い木を新しく植えたりして、まあ、場所を動かして作っているってことですね。木を持って動かすってことができないので、一からまた全部作り直すっていうところなんですよね。大事だと思いますよ。人生左右すると思いますね。まあ、ただ生まれ育ってね、こういうところに区画整理用地っていうのは分かっているので、まあ、いつかこうなるんじゃないかと思って、そのような農業展開もしているので。では美馬さんの農業展開の一端を見せていただきましょう。まず見せてもらうのは、1年目の畑の奥に見える土だらけの土地。ここも新しく畑にするところで、今こう土を入れて一時期の園地とか、まあ、畑にするための準備をしている場所になります。畑にするんですね、今から。そうです、そうです。今からこのように土を入れて新しい畑にどんどんしていきます。区画整理でなくなった用地の代替地として、まあ新しく畑を作っていくというところですね。1年ぐらいかけてゆっくりしっかりと作っていってってことですか。そうです、そうです。でまたここにイチジクのちっちゃい苗、かわいい苗を植えて、植えたり1年目の木もあるし、まあ、2年目の木も植えたりとか、
果樹っていうのはすごく時間がかかるので、やはり計画的に作業していかなきゃいけないので、向こう3年から5年はしっかりと計画を立てて農業をやっていかなきゃいけないので。続いてやってきたのはこちらの建物。農業生産法人という法人、まあ、株式会社ですね、お会社をやってるんですけど、その名義で加工場、自分のところの果物を、そうです、使った加工品などを製造する工場になります。加工もやられてるんですか？そうです。これは6次産業化といい、農業者が生産だけでなく製造、加工、流通や販売に取り組み、生産物の価値を高める取り組みです。今ですと原料の里で生産されている、出荷されている卵を使ったプリンとか、自分とこの果物を使って大福餅を作ったりとか、どら焼きですね、どら焼きも、まあ、地元のお菓子屋さんにちょっと協力をしてもらってどら焼きを製造したりとか、一番は一応ここは工場的なジャムを作る部分もあるので、はい、ジャムですね。なのでジャムをするという、製造するということも、まあ、自分の生産したイチジクを使ったジャムもあれば、他の農家さんが作った果物をうちに持っていただいて、でうちが代わりにジャムにしてお客様に返して、でその農家さんが自分で売るっていう製造委託っていうこともやってます。やはりロスとか自分の果物を、まあ、例えばですけど直売所で販売してて、なんかこう新しい商品ができないかなとか、そういうので相談を受けたりすれば、まあ、うちがジャムにしたりとか違う加工品のものを作るっていうこともできるので。美馬さんが作っている加工品は元気の里の花丸市で販売中。ぜひ一度ご堪能ください。他にも椎茸やドラゴンフルーツの栽培など、さまざまな展開をしてきた美馬さん。しかし多角化する農業展開はいいことばかりではありませんでした。多角化しすぎるが上に本質的な農業がうまくいかなくなった、まあ、簡単に言うと畑に行かなければ農家はダメだってことですよね。だからやっぱりどんどんこう畑が荒れてしまったりとか、自分のこの動き一つで、まあ、畑でこのいい悪い、果物のいい悪いが本当に左右してしまったっていうのが、まあ、多分一番苦労したところじゃないかなと思いますね。16歳から始めた農業、多くの苦労を経験しながらここまでやってこれたのは、本当に人に恵まれてここまで来ているので、まあ、だからこそ若手が困ってれば絶対手を出しますし、いくらこうここで個人事業主なので一人一人が別々で売ってても、まあ、ある程度しっかりとした農業のつながりというのを大事にするというところで、だからこそまあ人と人とのつながり、まあ、そういうところを大事にして先の10年15年も考えて、みんなで集っていろんなことをやってますね。美馬さんの農業への思いはイチジクのように真っ赤に燃えています。